の稼ぎ方ですね、ネットで独立したいとか、まあ、インターネットビジネスでフリーランスになりたいという人結構いますね。まあ、これあのプログラマーとかね、IT エンジニアとかだとなりやすいんですけども、僕がお勧めするのはそういったあの労働収入的なものではなくて、3割か4割以上ですね、仕組みから入ってくるっていうですね、流れを作ってほしいと思うんですよね。例えばこれがあの、まあ、広告のサイトだったら広告収入とか、まあ、あのメールマガジン発行してる場合だったら広告、まあ、メール広告っていうのも出せますし、あとはあの、まあ、自動的にですね、ステップメールとかステップラインで、自動配信する形で、入り続ける仕組みを作るっていうのもできます。で、集客の仕組み、集客については仕組み化しやすくて、例えば SEO とかですね、そういったところで、あと外注さんを使って自動的に回すっていうようなアイデアもあるので、まあ、安くほとんど費用かけずにできるっていう方法もありますので、まあ、コンサルの方でこれはお伝えしているところです。で、個人事業主